代表語開拓団殉南者の非代表語開拓団殉南者の石文は、兵庫県豊岡市担当町の市宮神社にある石碑。太平洋戦争末期の1945年8月17日、満州国賓交渉欄西県北安村において、避難中に、暴民の攻撃を受けホラン側に受水集団自決して死亡した。 第13次代表合開拓団298人を、はじめとする日本国外で死亡した開拓団員345人の慰霊碑である。1953年5月に建立された。1942年当時の政府は、満州開拓政策第2期後可燃計画を起とし、目的達成のため、編成選出を北正地区においては、伊豆市軍、味方軍の誤解を、 戦出母体とした。たまたま1943年2月伊豆市長に県農会主最高運動推進大会が開かれたのが契機となり、県当局、県農会の協力なる指導推進を受け、味方軍においては、軍内連合編成となり、伊豆市軍においては、高橋村のみの単独編成戦出となった。集団自決の悲劇構成に、豊岡、 担当庁で満州開拓団を追悼。産経新聞。https w w w 産経 c o m アーティクル。2017万818から4サット。4S35 ホバプズ 66M3E6 ザ。2021年7月12日。閲覧。兵庫急行橋村と満州開拓団と8日で歴史。忍企画展。朝日新聞。 https w w w a s a h i c o m articles a s j 7 v 5 h g g j 7 b p h a 0 1 j h t m l 2 0 2 1年7月12日閲覧。裏路地探検疾所宿場町の名残計街道を歩くとようし、担当庁、久ばた、ザ、田島第43巻、2002年3月、2021年7月12日閲覧。 ありがとうございます。